皆さんこんにちは、現代のもののけ姫ことまこです。今日はですね、ズボラさん、めんどくさがり屋さんに私自身が買ってよかった、私自身ズボラさん、めんどくさがり屋さんなので買ってよかった商品を発表していこうと思います。ズボラさんはもう知ってるよっていう人も多いかもしれないんですが、新しいものがもし紹介できたら嬉しいなと思うので最後まで見てください。まず一つ目なんですけど、もうこれ知ってるかも。これなんだかわかります？これはゴミ袋です。セリアに売っているゴミ袋です。これね、一個が全部ゴミ袋なんじゃなくて、こんな感じで、ロールになっていて、ここに切れ目見えますかね。ここに切れ目があって、ここをこう切るともう一つの袋になるんです。で、なんか結構パッと見ちっちゃそうじゃないですか。袋がちっちゃそうだと思いきや、広げるとこんなに大きい袋なんです。ほら見て、すごい大きい袋。ほらほらほら、結構やっぱりトイレで尿取りパッドとかカテーテルとかゴム手袋とかゴミが普段結構出るので、すぐゴミ袋っていっぱいになっちゃうんですよ。で、毎回そのゴミ袋を交換するのがめちゃくちゃめんどくさかったんですけど、もうこれをもうゴミ箱にポイって入れておくだけで、なくなったらピーって出してまた捨てればいいっていうだけなので、100円だけど結構持つんだよね。私でも半年くらい持ったので、これはもう今すぐ、もう100円なんでね、試してみてください。別にトイレじゃなくても、この横幅かこの高さがあるくらいのゴミ箱を使ってるよっていう人はもう絶対これおすすめです。で、ゴミ袋っていう部分でもう一つ、これ。じゃじゃーん。全部今日さ、黒い服、これ。これもじゃあ何だか分かりますかっていう話なんですけど、これもゴミ袋なんですよ。中一回開けてみますね。じゃん。同じようにこのさっきとセリアのやつとこの同じようなミニゴミ袋が入ってるんですけど、これじゃあセリアかって言ったらセリアじゃなくて、これはダイソーで買いました。で、ほら見て。こんなに大きくて、切れ目1個、ここなの。ここだから、これのもう半分ちっちゃくてもいい気するけどね、本当は。こんな大きさの袋が入ってます。はい、広げるとこれくらいの大きさね。これくらいの大きさです。こんくらいのロールの大きさはあるんだけど、私自身ゴミ袋を持ち歩いてました。やっぱり何かあった時とか、トイレにゴミ箱がなかったとか、またはトイレの失敗をしてしまって服を持ち帰らなきゃいけないとか、パンツ持ち帰らなきゃいけないっていう時にゴミ袋を持ち歩いてたんだけど、こういう巾着袋にこんな感じで三角形折りね、やっぱそら辺ビニール袋をこう三角形折りにして入れてたんですよ。それでなんか持ち歩くのにかっこよくはないなって思ってた時にこれを知って、で、袋の色は黒で、ケースは黒と白があります。で、カラビナがついてるのでしまわなくてもどこかにカバンえ、折れた。やばい、さすが百均や。さすが百均や。やば、カラビナは死にました。まあでもカラビナはね、また別で100円でも売ってるので、もう転がってどっかに行っちゃった。中の袋は詰め替え用があって、詰め替え用はでも黒しかなかった、私が見た時はなかったです。興味がある人はダイソーに行ってみてください。はい、で次、これから夏場暑くなりますね。で、汗かいたりして頭皮ベタベタ、頭ベタベタなるなんていうことは結構あると思います。で、また私みたいに、障害があって下半身麻痺の人とか、またはもうちょっと重度障害で自分でお風呂一人で入れないよとかは、頭ベタベタ気になりますって絶対あると思うんです。そんな時におすすめ、ドライシャンプー。これドライシャンプーです。
私自身もやっぱ飲み会行った時とか夜もう遅くなってちょっとお酒飲んでてお風呂入れないちょっとだるいっていう時とかあるの。でも次の日起きてあやばいもうお風呂入る時間ないっていう時もあるわけで、そんな時体はボディーシートで拭けるけど頭はパパって洗えない、髪も長いしね。でそんな時に頭臭いのやじゃんいいドライシャンプーないかなっていろいろ探してみて、私はこれがいいなって思いました。スティーブン・ノルのドライシャンプーなんですけど、私アマゾンで買って、これ私 80g なんですけど1320円で、これより半分ちっちゃい、多分本当にポケットサイズのが 40g で880円、これより大きいのが 96g で2180円、まあ3パターンの大きさがあります。で香りは本当に嫌じゃない普通の石鹸の香りで、こういう風にスプレータイプでこう頭皮とかにシュー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 ってしてあげるだけで、そのペタペタする頭皮とかがでサラサラになるし、なんかこう白っぽくなることもないんですよね。なんか結構ドライシャンプーで白っぽくなるやつもあるんですけど、そういうのもないし、揉み込んでくださいっていう風にあるんですけど、別にこう手ぐしくらいで私はいいなっていう風に思いました。これからの夏とか絶対おすすめだと思うので、ぜひ Amazon で買ってみてください。 URL 概要欄に貼っておくので、そこから購入もお願いします。ここまでは結構誰でも使えるものだなと思うんですけど、次がね、もうこれおなじみなんですが、敷きおむつ、赤ちゃんおむつ替える時に敷いたり、そういう介護の時とかお尻に敷いてみたりとかっていう風なものなんですが、こう昔におすすめ商品を紹介した時に、この敷きおむついいですよって言ったんです。これと何が違うかっていうと、厚さも全然ちょっと違うんですが、こっちが一般的に介護用で使われている敷きおむつ、結構薄いの、本当にちょっとだけしか吸わない。でこっちは介護用とかじゃなく、ペットの尿シーツ、おしっこシーツ、これもアマゾンで簡単に買えるんですが、初めてこっちを使った時に本当に薄くて全然吸わないじゃんっていうのと、あと消臭効果がほとんどない、なくはないんだろうけど、こっちのペット用のこの消臭のやつより全然なくて、ちょっと厚みはあるけど畳むとこうこれくらいの差は生まれちゃうんだけど、それでもやっぱり私は断然ペットのこっちのシーツの方がおすすめする。でなおかつ今日おすすめしたいのは、これはまあ今まで紹介したことあるんだけど、こっち、あ、サイズが全然違います。こっちは大型犬用のペットシーツなの。もう本当に大きい、1メーターくらいかな、ほら、もうこんなに大きいんだけど、まあ、なんでこれがいいかなって思ったのは、やっぱこっちをね、お尻に敷くってなった時に、ちょっと心もとないっていうか、ちょっと今日お腹下しそうだなっていう時に、ベッドに敷きます。これを敷くってなっても、肩幅よりちょっと大きいくらいしかないから、少しお尻がずれちゃうと、漏れちゃうんですよ。これしか知らない時は結構はみ出ちゃう、まあ、全部じゃないけどちょっとはみ出ちゃうことが多々あった。でもこの大きいのに巡り合ったことで、もうすごくお尻をカバーしてくれるから、絶対布団のシーツに漏れることが、横漏れすることがない。必ずこれはリュックに1個持ち歩いています。なので行きはちょっと荷物になっても、もし漏れちゃってもう必要ないってなったら、これも捨てれるので、とってもおすすめ。これも Amazon で買えます。 URL 貼っておきます。大型犬用のペットシーツだから、ちゃんと消臭効果もあって、もうめちゃくちゃおすすめです。こちら最後、同じ敷物ということで、これは Twitter とかね、インスタで言ったら結構大きな反響があったんですけど、これ洗える用の防水シーツになります。じゃあ何がいいんですかっていうと、ずっと防水シーツいろいろ探してきた中で、色なんか水色とかちょっと黄色っぽいベージュしかなんかなかったの。いかにも感なわけよ。やっぱりその
水色なんか一番嫌だし、まあ、ちょっとクリーム色っぽいベージュだったらまあ許せてはいたけど、それでも私はなんか白とかブラウン系の家具で揃えるのが好きだし、家もそういう感じの色で揃えてるにもかかわらず、そこになんか急にベッドに水色が来たりするとやっぱテンション下がるわけ。誰からも見られるわけではないけど、でもテンションが下がるの。やっぱり素敵なお布団で自分が好きな空間の中でやっぱ寝たいって思った時に、このブラウンがねあった時もう本当に感動した。これもアマゾンで買ったんだけど、これはケラッタっていう会社さんの防水シーツだったんです。でもこれねブラウンとベージュの2色セットでしか売ってなくて、ベージュはあったり、ブルーイエローはあったり、グレーとベージュもあったり、ベージュとブラウンがあったりするんだけど、ブラウンとかはないわけよ。2つセットで2880円になります。これはシングルサイズくらいかな、 90×170cm のシングルサイズくらいなので、全然これを敷いてしまえば問題ないんですが、やっぱそういう介護用品とか、なんでそんなピンクとかさ黄色とかさ水色とかさそういう色しかないんだろうね。だからやっぱりおしゃれなね、使っててもそれっぽくないテンションの上がるこういう介護用品というか、淡い系今流行ってるじゃん、淡い系のそういう介護用品出してよってすごく私は思います。あ、しかもこれさ、だからうんぴっぴを漏らしてもさ、ベージュとかだとやっぱりシミが若干残ったりするわけよ。でもそのシミも目立ちにくいじゃんこっちの方が、だからよりこっちのブラウンの方が私はいいと思います。はい、ということでね、ズボラさんにとっての商品を紹介しました。 Amazon で買ったものに関してヘアスプレーと色気おめつと防水シーツは概要欄にリンク貼っておくので、ぜひ興味ある方そっちから購入していただきたいのと、100均商品の2つに関してはダイソーとセリアになるので今すぐ買いに行ってみてください。はい、ということで、この動画が良かったなと思っていただけたのであれば、ぜひいいねボタンと、あとはチャンネル登録をよろしくお願いします。では本日も最後までご視聴ありがとうございました。